アルディチャンネル。こんばんは、アルディです。先日の若林模型さんでデビューとなった簡単改造マシン。お手軽な改造ながら、速度的には優勝マシンへ肉薄できたかも、と自信を得ることができました。が、結果は振るわず。続く安野自動車さんでは、高速かつラフなコンディションでの走りの不安定さを露呈し、西文堂さんでは事前にセッティングを出していたにもかかわらず、パーツ破損の影響か乾燥することができず、マシンを変更するという事態に陥りました。この反省を踏まえて、マシンを改善していきたいと思います。現時点での私自身のマシンの評価は、速度丸、ジャンプ飛型20丸、安定度三角、レイアウトへの対応力×。綺麗で素直な走りをする一方、高速ジャンプでコーナーへ飛び込んでいくレイアウトでは弱さを露呈する印象。浮き彫りになった弱点を少しでも消す改造をしていきます。まずリアブレーキを変更します。今回好んで AR 用のブレーキを使いましたが、コースアウトでブレーキ板が割れてしまい、その後驚くほど挙動が不安定になってしまいました。既製品なので取り替えるのは簡単なのですが、レース中でのコースアウトを考えるとリスクが高い。AR ブレーキの性能の高さを認めつつも FRP ブレーキに変更します。プレートが短くなり引っかかりが心配でしたが、こんな感じで大丈夫でした。リア上部に装備したホイールスタビ、これが元で挙動を乱すことがあったように思えたので撤去。リア周りをシンプルにして、アクシデントからの復帰力よりギャップを拾う可能性を少なくするセッティングへとシフトします。ガチガチに固めていたフロントバンパーもある程度しなやかになるようにフロントステイをチェンジ。スライドダンパーの採用は見送り、フロントの剛性を抜く方向で調整しました。駆動は無加工でも速度的に十分だったのでそのままに。やはりこの点は MA シャーシの素晴らしいところ。最終的にセッティングはこのような形になりました。見た目的にもシンプルになり、マシンの不要な硬さもなくなったような気がします。過去のマシンを振り返ってみると、今のマシンにそっくりだったことに気がつきます。ミニ四駆を始めておよそ3年。この簡単改造マシンで自分のミニ四駆の歴史を自分自身で追体験しているような妙な楽しみ方を今目いっぱい楽しんでいます。ウィンタートライアルはまだ始まったばかり。このマシンでどんどんチャレンジしていきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。